フワンカルロス・バレロン・サンターナは、スペイン・カナリア諸島州、ラスパルマス・デグラン、カナリア出身の元サッカー選手。元スペイン代表。ポジションは MF。現在は、カナリア諸島代表監督を務める。初期の経歴1995年、セグンダ・ディビシオン B に所属していた UD、ラスパルマスからデビューし、1995から96シーズンは、 デビューシーズンながら27試合に出場した。セグンダ・ディビシオンに昇格した1996から97シーズンも27試合に出場し、2得点を記録した。1997年夏にはプリメーラ・ディビシオンの RCD マジョルカに移籍し、8月31日のバレンシア CF 戦で10分間出場してプリメーラ・ディビシオンデビューした。 最上位リーグ初挑戦ながら、チームの主軸となり、1997から98、シーズンは36試合に出場した。アトレティコ・マドリード1998年夏、アトレティコ・マドリードに移籍した。1998から99シーズンには、リーグ戦で5位となって、UEFA カップ出場権を獲得し、コパデルレイでは、決勝で、 FC バルセロナに敗れたが、準優勝を果たした。1999から2000シーズンも、絶対的なレギュラーとしてプレーしたが、シーズン終了後に、セグンダ・ディビシオン降格が決定した。デポルティ・ボラ・コルーニャ2000年夏、デポルティ・ボラ・コルーニャに移籍した。初めは、ジャウミーニャとポジションを分け合ったが、次第に、レギュラーに定着し、 2004年2月に契約延長した。2003から04シーズンは、リーグ戦3位、UEFA チャンピオンズリーグでベスト4という、好成績を残した。2006年1月、RCD マジョルカ戦の試合終了2分前に、左膝の全十字じ帯を断裂する怪我を負った。2006年夏に練習を再開したものの、プレシーズンマッチの SL ベンフィカ戦で、 左膝の半月板を負傷し、さらに感知したはずの人体を再び痛めた。2007年3月、レアルマドリード戦で復帰するが、左膝は感知しておらず、二度目の手術に踏み切った。長期間にわたり、リハビリの日々を経て、2008年1月27日、レアルバリアドリード戦で133日ぶりに、召集され、アンドレス・グアルダードとの交代で15分間、 出場した。2009年1月のレアルマドリード戦では1098日ぶりにリーグ戦で先発出場した。2008から09シーズンは再びチームの中で重要な役割を担い、国内リーグでも欧州カップでも活躍した2013年6月デポルティーボ対談を発表。ラスパルマス2013年7月14日。 フルスの UD ラスパルマスに復帰決定。契約は1年間。2016年5月7日、現役引退を発表。1998年11月18日、イタリア戦でスペイン代表デビューした。2000年には UEFA 欧州選手権2000に出場し、2002年に日本と韓国で共催された 2002FIFA ワールドカップでは、 スロベニア戦で得点している。2004年には UEFA 欧州選手権2004に出場し、ロシア戦では途中出場してすぐに得点したがグループリーグ敗退に終わった。その卓越したテクニックからジネディーヌダンと比較されることがある。人格者として知られ、地元のカナリア諸島やアフリカのガーナのサッカースクールに多額の寄付をしている。スペイン代表では ラウル・ゴンサレスとポジションを争ったが、僕は、控えでも構わない。僕のせいで人を悪く言ったりしないで欲しいと公言し、闘争心に欠けるという批判を受けることもあった。ハビエルイルレタ監督には、もう少しだけ試合に情熱を注げば、世界最高の選手になれると評された。ダビド・シルバと同郷である。二人は、 人口7000人ほどのアルギネギンという村の出身で、シルバがプロデビューする前からの知り合いである。兄のミゲル・アンヘル・バレロンもミッドフィールダーとしてプレーした元サッカー選手である。彼は UD、ラスパルマス、RCD ・マジョルカ B などでプレーしたが、怪我により早期の現役引退を余儀なくされた。ありがとうございます。